どうもご視聴ありがとうございます。リクエストで以前よりいただいておりましたグロい死に方ランキングというものを作っていこうと思います。で、今回出血量が多いほどグロいという極端な定義のもと集計しています。そのためまあ実質出血量ランキングとなります。集計対象としたのは全エンディングを含めた救出対象となる八幡娘たちの死亡シーンプラスオミオのくり抜きシーンとなります。そして大まかな出血量をもとにランク付けを行いました。最後にそのランクを作品別で集計してみて作品別の出血量についても確認してみたいと思います。それではランキングの方に移りましょう。にゃーん。それでは一番初めの最もグロくない、まあ、出血が全くない死に方ですね。出血が全くないということでグロくないという判定です。グロくないのでEテレで放送することもできます。死亡シーンとしてはカコちゃん、そして無印でのシーソンちゃん、そして残りはエンディングから2つで、1つ目は浮上の地エンドですね。ヤバタニエンさんの浮上の地エンドです。オミオの血の残りがはありますが、あれは今回出た血ではないのでノーカウントとしています。そしてもう1つは無印でのエンド B、 10羽人からげエンドですね。飛行機が落ちた先のことは知りません。続いては周りを汚さない程度の出血が伴う死亡シーンになります。まずは田中ちゃん、顔から血が出てますがお湯は汚れてません。血しぶきも出てないのでゲームのセロ指定で言ったら B 指定ぐらいになりますかね、わかんないですけど。続いてはブレアちゃん、生命維持装置の電源を切ってしまうことによって死亡する死に方になります。培養液が赤くなるのは血ではなく汚れと判断しています。続いてはオミオちゃん、まあ当然えぐい話ではあるんですけど、出血量はそんなではありません。床にも、血はついてませんでした。最後は松本ちゃん、感電死で、まあ、血はだいぶ流れてるようですが特に床に血が滴っている様子はないのでこのランクとしています。続いては軽い汚れが残る程度の出血量となる死に方です。まあ感覚的には業者とか呼ばずに自分自身で掃除できる程度の汚れっていう感じですね。出血量だけ見るんだったらセロで言ったら C ぐらいじゃないかなと思います。三島ちゃんとかもやってることはえぐいんですけど出血量自体はそんなに大したことがありません。宇都宮ちゃんも同様ですね。やってることはめちゃくちゃえぐいですがその実際の出血量は大したことがないので、まあ今回はグロくないという判定になっています。首を切られたエリンについてもまあ同様ですね。多少このギミックを操作するのに血を流したりするものの、まあ、体からもそこまで大きな血は流れていません。続いてはしっかりした汚れ程度のランク、自分で掃除するのではなく業者を呼ぶ程度の血の量っていうところですね。セロだと本当に C と D の間ぐらいですかね。やはりここが一番のボリュームゾーンといった感じで転落死、田中ちゃんの転落死で無印と3からランクイン。あとは化け物に食べられる系もこれぐらいの血の量が発生しています。そう考えるとほとんど血を流さずに全部食べきったカコちゃんはすごいですね。阿久津ちゃんについては死因であるハサミが刺さった瞬間にはほとんど血は流れないものの歯を抜いた時とそのハサミを抜いた時になかなかの血が流れるのでこの順位としています。最後無印のカコちゃんについては上のランクと非常に迷いましたがまあ血だまりまでは発生していないのでこちらのランクとしています。続いてランク B については血だまりが発生しているものをランクインさせました。先ほどまでは出血こそあれど血だまりまでは発生していなかったんですがこれからの死亡シーンではこんな感じでちゃんと血だまりが発生してきます。完全な事故物件になりますね。やはり血だまりが発生してくるというところで、まあ、体の断面も大きな死に方が増えてきますね。エル・クニエドも真っ二つと。でこちら3のロケットですね、まあ、誰でもこの死に方をする可能性があるんですが金森ちゃんとしてカウントしています。修正されるまでの間は人形でも血が発生していたらしいですね。見れなかったのがちょっと残念です。
とこんな感じで血だまりを見ることができます。ロケットの中が見えてしまったらもっと上のランクでしたね。うー、遅いぞこの野郎。わー、そして同じ転落死ですが、田中ちゃんとは違いちゃんと血だまりができていたブレアちゃんがこちらのランクにランクインしています。で続いては K 国枝が挟まれるタイプですね。リアルで一番見たくない死に方だと思います。そして続いては食人植物に食べられるレイディちゃんです。なんとなく食べるキャラの知能が低ければ低いほど血の量が増えている気がしますね。で続いてもまあリアルで見たくない系ですね。メッツヤバタニエンの田中ちゃんが機械に挟まれる死亡シーンとなります。最後の力を振り絞って床につけた血の量だけでもそれなりの量ですし、機械にもかなりの血だまりができています。そしてこのランク帯最後は復讐期エンドのアールソンちゃんです。通常プレイでは死亡しないので、まあ、基本的にはエンド D だけで見ることができます。最後は血だまりとして一括りにしてしまうにはあまりに多すぎる血の量が出ているものをランク A とさせていただきました。最初は吾妻ちゃん、この画面ではそこまで血は流れていないように見えますが、下のフロアに移動すると溢れんばかりの血が流れています。これまでは他のものが邪魔をして血があんまり見えていないということが多かったんですが、まあ、これは血を抽出するためのものということでかなりの出血量が見えてしまいます。続いては無印の田中ちゃん、ちょっとずるい感じはしますが、足を切ってお湯に転落させた後お湯を冷ますことで真っ赤に染まった水を見ることができます。ちなみに生存シーンではありますが、足を切りつつ冷ました水にダイブさせた時が一番血の量が多いかもしれません。まあ確実に薄まってはいますが、表示上赤いので血の量とカウントさせていただきました。そして残りはエンディングから2つで、1つ目は無印の味噌だるエンド。味噌だると呼ぶのにふさわしく、カメラに付着するほどの大量出血が確認できます。そして最後はまあ実はちょっと出血量の判断としては難しかったんですけど、まあ空が真っ赤になるほどの出血量と判断してメツヤバタニエンのメツメツメツエンドです。ということで今回の結果をまとめるとこんな感じになりました。まあ若干といえば若干というレベルですが、作品を追うごとに出血量は少しずつ減っているような気がします。なんとなくですけど、見た目ではなく精神的にえぐられるような死に方が増えているといったところでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。